ていただきました。まあ、選挙はもう終わりましたので、これについてはお話をいたしません。しかし、これから起こることは皆さんにお話をしておかなければならない。まず来年の2月、中国の北京で冬季オリンピックが開催されます。アメリカやイギリス、その他の先進諸国はこの大会の貴賓、いわゆる招かれる客としてですね、政府要人は一切北京に送られない、そういうような話になっております。なぜか、これはウイグル、中国の新疆ウイグル自治区というその場所での、ウイグル人の虐殺、そして臓器売買、その額1兆4000億円、婦人たちに対する強制的な不妊手術、ウイグル人の赤ちゃんを作らせない民族の抹殺を目指すような、そういうような行為が行われてきた。そういう中で新党国盛、そして国盛市の全国協議会、頑張れ日本全国行動委員会は、この問題について林元議員、この方がまずこのウイグルの非難決議、国会決議を葬り去った。ご当人は選挙中に私はそういうことはしてない、ごまかしていたようですが、だったらなぜそれを報道した産経新聞その他に強い抗議、そして名誉毀損で訴えなかったのか。今頃になってこそこそと私はそういうことはしていない、これから賛成する、こういうことを言っても無駄なんですけれども、実際には林議員は当選をなさいました。これは皆さんがお選びになった、こういうことでございますから、それはそれで、民主主義でございます。結果は結果として私たちは引き受けなければなりません。しかし現実に東京オリンピックが2月に行われる、果たして日本の政府はこういった虐殺と人権弾圧、臓器売買を繰り返す非人道的な共産主義一党独裁の国に対して何らかの反応をするんでしょうか。林元議員も今度は自分も提案者に回ると、おっしゃっているようでございます。ぜひそうしていただきたいと思います。そうする義務があります。そういう責任があります。こういう中で多くの自由と民主主義の国が役員やその他の派遣を見送る、こういう中で日本がどうなるか、これはぜひこの千葉十区の皆さんご注目いただいて、おいていただきたいと思うわけでございます。そして2月のこの北京オリンピックが終わりますと、多くの人が語っているように、中国は我が国の尖閣諸島、領土の尖閣諸島に公船を送り、実効支配を現実化する、そう言われております。台湾侵攻も起こるかもわからない、台湾への侵略行為です。軍事的な侵略が行われるかもわからない、そういう中で今回私たちが訴えてきたこと、これをもう一度思い出していただきたい、そういうふうに思うわけでございます。それからもう一つ、今の景気デフレ、若い人たちはもう4割ぐらい非正規労働者になってます。正社員になることができません。この10年間国民の年収の160万円、平均年収の160万円下がってしまった。10年で160万、1年で16万、月にしたらこの10年間毎月毎月1万数千円賃金が下がり続けてきた。これで若い人たちに希望を持ってくれ、日本のことをいろいろ考えてくれ、なかなか難しい状態でございます。このことを私たちは新党国盛として訴えてまいりました。千葉代表の東真理代表もこのことを強く訴えてまいりました。現実に皆さん、来年
北京オリンピック以降、大変な日中間の危機が起こります。米中間の危機も起こります。戦争が本当に起こるかもわからない。その時、皆さんの選んだ林元議員、どんな姿勢を見せてくれるか注目してください。そして地域のために責任を持った行動を取ってもらわなければなりません。私たちはこの千葉を子どもたちに誇れるふるさと、子どもたちが名誉と誇りと希望を持つふるさとを作りたい、そういう形でずっとこの1年半戦ってまいりました。まあ、そういう中で新たに今回調子に参りましたのは、新しい出発が始まる、私たちは決して諦めない、日本を諦めない、利権政治で凝り固まったそういうふるさとをもう一度立て直す、子どもたちが希望を持てるこういう場所を作る、断固とした決意を持ってもう一度新たな出発をこの銚子の市民の皆様に訴えたい。国盛り運動は 全国的な展開をこの落選運動を通して広げることができました。皆さん、これからの新党国盛り見ていただきたいと思います。国盛りの運動、これは単なる国防安全保障の問題ではありません。国民の命と、そして一人一人の大切な人生を守る、どんなことがあっても全力をかけて守る、この姿勢を新党国盛り、国盛り市の全国協議会、頑張れ日本は続けてまいります。そういう意味でぜひ皆さん、新党国盛り、頑張れ日本のこれからの行動に注目していただきたいと思います。短い時間ではございますが、皆様にアピールする、決して我々は日本を諦めない、千葉を諦めない、一人一人の日本人の人生を諦めない、今やコロナウイルスよりも自殺者の数が増えているような、こういう情けない社会、生きづらい社会、こういったものをやっぱり生きていてよかった、銚子に生まれてよかった、育ってよかった、千葉に生まれてよかった、こういうような状態になるべく、私たちはこれからも戦ってまいります。新党国盛り、国盛州全国協議会、頑張れ日本全国行動委員会でございます。それでは引き続きまして、新党国盛り、千葉代表の、あずさまりさんから一言をいただきたいと思います。こんにちは、銚子の皆様、頑張れ日本全国行動委員会、そして国盛州という団体から新党国盛できました、新党国盛千葉のあずさまりと申します。私、この銚子にはもう何回も足を運んでおりますが、やはりですね、どんだけ銚子の方が頑張っても道の問題です。道の問題がこの銚子に非常に重くのしかかっています。この間の衆議院選挙で当選した林元雄さん、衆院選の前に銚子に高速道路を通すと言っていました。9回当選して全然高速道路作ってくれなかった方がまた言いました。ぜひ銚子の皆さんは口だけじゃなく、しっかり道路を作ってくださいと、というより約束を守れと林元議員に言ってほしいです。選挙のたびに聞こえのいいことばかり言う、そして結局ですね、落ちそうになったら助けてくれとお願いの電話ばかりしている林元議員です。また成田で演説するときは高速道路のことは言わず、成田の空港のことばかりアピールします。それは利権があるからです。成田空港利権です。利権でつながり当選するような議員が有権者との約束は守らずに当選してしまう、そういうガチガチの利権岩盤というものがあります。
このためにですね、新しい芽が出ないわけです。衆議院選挙、私立候補いたしましたが、本当によく分かりました。諸派扱いだと選挙に出ることも非常に厳しいわけです。この調子、非常にいい魚介取れます。そしてお野菜も農産物もいいもの取れます。高速道路が通ったらやっぱりですね、輸送コスト下がるんですね。それだけでも経済的な効果かなり大きい。あと時間短縮です。皆さん、高速道路を作ることでお金の無駄遣いという方がいるかもしれませんが、経済的に活性化し、高速道路というのは資産になるんです。ですから借金だけが増えるということはありません。資産の方が実際に経済効果、多大な効果を生んだり、資産というものが残るんでしたら作った方がいいわけです。林元議員に対して地元の皆さん、再度約束を守れとぜひ言ってください。そしてもう一つ、彼は約束したことがあります。今中国共産党がウイグル人の方々を大量虐殺しているんです。本当にこれはむごい虐殺の仕方で、いきなりやってきてお父さんお母さん奪ってですね、収容所に入れてしまうんです。300人以上の方が今も収容所に入り、そして取り残された子どもたちが親を奪われて餓死したり凍死したりしているんです。また収容所に入った人たちは強制労働ですとか、ひどい人になると臓器を取られ、内臓売買の道具にされ、火葬場で焼かれてしまう。このような残虐行為に対して世界中が怒っています。本当にアジアの対岸の火事ではない、中国がこの日本にも影響を及ぼしたら、日本もそのようなジェノサイド、人権弾圧の対象になりかねない。若い人たちの未来の話でもあるんです。未来がかかっている話なんです。この中国に対し、アジア、ヨーロッパ、アメリカが非難しているのと同じように、人権弾圧、大量虐殺はやめなさいと対中非難決議、日本も通そうとした。これを白紙にしてしまったのが千葉10区から選出された林元議員です。しかし彼は選挙の前に自分はやっていないと身内の中だけで言い訳をし、記事を書いた林元議員が対中非難決議を潰したと記事を書いた産経新聞などには訴えたりせずにですね、身内の中だけで言い訳をしました。そして対中非難決議もう一度提案すると言いました。これもやらなければいけない、日本は人道的に劣っている国だと世界に宣伝させてしまった林元さん、ちゃんと自分で雑巾がけをし、汚したものを拭いていただかなければいけないんです。これは日本人の名誉、誇りをかけた戦いです。私たち国民が言わなければいけない。ぜひ調子の方々、皆さんは言う権利があります。選挙前に約束したでしょうと、ちゃんと約束を守りなさいと言ってください。お願いします。アジアの平和のためにも、そして日本の若い人たちの未来のためにも、日本はこんなに人道的に劣った国だと世界に宣伝してしまった林元さん、この方にちゃんとですね、汚れを拭き取って、日本は人道的に非常に高い意識のある立派な国だったと、そういう国に日本に戻さなければいけない。林元さんが真っ先にやらなければいけない仕事は対中非難決議、これを通すことと、調子に高速道路を通すことです。ぜひ皆さんの言葉は力があります。諦めずに、全く動いてくれない林元さん、彼に言ってください。
よろしくお願いいたします。はい、ただいま演説を行いましたのは新党国盛千葉代表のあずさまりさんでございました。皆さん、あずさ代表からお話があったように少なくとも林元夫さんに一票入れた方、それはもう大事な一票でございます。入れた方は特に林元議員の監視、言ったことをやれよと、公約をちゃんと実行しなさい、対中非難決議、そして銚子への高速道路の、そういう、そしてもっと言えば、この電車、なかなかもう、急行や特急が止まらないような状態になってきている、こういう銚子をどん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 人口を減らし、そして町を衰えさせる政策をまずやめさせる、林元夫さんに入れた、有権者の皆さん、これは一人一人の選択でございます。どうか責任を持って林元夫議員が言ったことを実行するように、みんなの声を上げて聴取のために声を上げていただきたいと思います。この一票が次の世代の子どもたちのために生きていく一票でなくてはなりません。これからもそうでございます。そういう意味で新党国盛、これからも決して千葉を諦めない、日本を諦めない、日本人を諦めない、こんな決意でこれからも戦ってまいります。聴取の皆さんありがとうございました。いろいろこの間お世話になりました。教えていただきました。聴取ありがとう、聴取ありがとう、聴取の皆さんありがとうございました。とりあえずご挨拶を申し上げました。新党国盛千葉代表あずさまりよりご挨拶をさせていただきました。以上でおらせていただきます。ありがとうございました。新党である新党国盛は保守勢力として、この JR の印が私たちは訴えてきたわけでございます。選挙の結果は残念な結果になりました。しかし本当のことを真正面から県民に伝える、成田市民に伝える、こういう戦いが現実的に行われたわけであります。そして成田の市民は良識も示していただきました。あと一歩で林議員はその地位を失うことになった。しかし残念ながらもう一期10回目の利権政治がまた行われることになる、このことを認めざるを得ません。しかし私たちは絶対に諦めない。新しい声が、新しい保守の流れが、あずさまり千葉代表、彼女の皆さんへの呼びかけ、活動によって新しい地平が切り開かれた。まさにこういった沈滞した保守の利権政治、こういうものを打ち破る新しい女性の力、新しい民主主義の力、新しい保守の流れが今この千葉に生まれたわけでございます。私たちはそれを高らかに皆さんに報告をしたいと考えるわけでございます。そして私たちの一連の活動を応援してくれた皆さんに、成田ありがとう、成田市民の皆さんありがとう、成田ありがとう、成田ありがとう、成田は千葉の希望となった、希望の灯火となった、そういうことを改めて皆さんにお礼を方々報告を胸を張ってしたいと考えるわけでございます。子どもたちの未来のために私たちはずっと繰り返してきました。去年のもう
10月11月から子どもたちに恥ずかしくないふるさとを作ろう、子どもたちが誇りと希望を持って生きられる、生まれそして育てる、そういうふるさと千葉を作ろう、成田を作ろう、呼びかけてまいりました。その第一歩が今回一連のさまざまな活動によってその陣営が切り開かれました。その先頭に立ったのが新党国盛代表、千葉代表あずさまりでございます。本当に皆さんに感謝したい。わずかながらであっても希望の光が灯った。新しい保守の流れがこの成田に、千葉に、銚子に生まれた、そのことを皆さんに胸を張ってまず報告したいと思うわけでございます。私は国盛州全国委員会議長の水島でございます。本当に皆さんありがとうございました。成田ありがとう、成田ありがとう、成田の皆さんありがとう。このことをまずお話を申し上げたいと思います。続きまして、この間この新しい保守の流れをこの千葉に作ってきた新党国盛千葉代表のあずさまりさんより皆様にアピールしていただきたいと思います。あずさまりさんでございます。はい、こんにちは。久しぶりの成田凱旋です。新党国盛千葉あずさまりでございます。この千葉で活動を始めたのが1ヶ月前です。そしてさまざまな方々とつながれた。言葉はまっすぐ誠実に、そして伝えればつながるんだなと成田が教えてくれました。成田の皆さん本当にありがとうございます。そして私はもともと自民党支持者でした。自民党に期待したことはこの国と子どもたちの未来守ってくれることです。しかしそれが叶わないと今は本当に感じています。憲法9条改正、これどうしたんでしょうか。自主憲法制定、これは私たちの先人の悲願でした。なぜかというと今の日本国憲法 GHQ に拳銃を突きつけられ、そして飲まされた、やむなく飲まされた屈辱の憲法だからです。そして今の憲法9条、これがある限り子どもたちの未来は守れません。北京オリンピックの後、来年の冬越えた後、多分中国共産党は非常に強硬なことをやるでしょう。台湾も危ない、もしかしたら尖閣諸島を取られてしまいます。私何回か石垣島から尖閣へ向かって出航いたしましたが、もうそこは日本の海じゃないんです。日中共同管理状態です。そして今最も尖閣諸島に近いところにいるのはいつも中国海警です。今回茂木さん幹事長になりました。あの方、王毅という外交部長と共同会見したときに、あの中国共産党の王毅は茂木さんが外相だったときに、目の前で、彼の目の前で尖閣諸島の主権を主張し、そして日中共同管理、これを主張したのです。日本は本当に主権国家ならば、あの時今の幹事長茂木氏がちゃんと反論しなければいけなかった。その場面で彼は反論することもせず、尖閣は我が領土だということもせず、シェイシェイと言ったんです。会見一緒にやってくれてシェイシェイと言いました。このような情けない外交、私たちは今の岸田内閣では北京オリンピックの後、日本が本当に危うい状況になる、台湾も危うい状況になります、北海道だって危ない、対馬はもっと危ない、この時に日本を守れない、そう思いました。また
この千葉で参院選トップ当選している方は、なんとこの状況で軍縮を訴えています。聞こえはいいかもしれない平和主義とか言って、今の政治家そういう表面的な薄っぺらいことしか言わないんです。男女共同参画と言いながら、男性と女性というのは区別するべき存在なんです。それぞれ特性がある、そして活躍しなきゃいけない女性にそれを強いているような男女共同参画、そこにもう日本の国防予算の約2倍つぎ込んでいるという、これ男女共同参画進めていくと少子化は進みます。そして専業主婦という選択肢も女性にはあるんです。家で子供や家庭のこと、これをしっかり守りたい女性もいるんです。しかし活躍しなければならないような、社会に出なければならないような、そういう脅迫観念を女性に植え付けている。そして少子化は進むでしょう。また経済的な問題です。林元雄さん、ここの有名な代議士です。彼は昨年コロナが我が国を襲ってきた時に、消費税減税の声が自民党の中から上がった、これを真っ先に潰したのが林元雄さんと二階俊博さんです。彼らの論調はこうです。自民党が消費税増税に努力した30年が無駄になるという説明でした。このような国民の生活、人生、そして命、これを思いやらない政治、これがまかり通っている。そしてものすごい固い岩盤で、利権という岩盤で守られている。日本の未来、本当にこれでいいんでしょうか。私は何かを変えないと子どもたちの未来守れないと思います。税の負担が高すぎる、経済本当にデフレ、このまま続いていきます。このままでは今の与党では続いていきます。そして日本の GDP は全くこれからも伸びないでしょう。経済的に沈んでいくんです。周りが伸びているので、このままではいけません。そして女性が安心して、女性らしく昭和の頃のように子供と家のことをやれる時代、働かなくても安心して生活できる時代、これのどこが悪いのでしょうか。安心して子供を産める、そういう未来を作っていくこと大事だと思います。また今は中国が領有権主張しているんです。このような時に軍縮という表面的な薄っぺらい無責任な、そういう平和主義、これを言う政治家は本当に無責任、注意した方がいい、私はそう思います。保守というのは、自民党に期待した保守というのは、しっかり守ることです。富国強兵、しっかり国を作り、強く作り、そして私たちが奪いに行くんじゃないんです。守るための力を備えるんです。それを言う政治家がいない、それが日本の悲劇です。私はこの日本と、そして皆さんのふるさと、ここを守ることが本来の自民党の政治、保守政治だと思っていましたが、その政治はもう終わっています。国民の力で新しい保守の流れ、これを作ることが今本当に大事です。お聞きくださいましてありがとうございました。前にお知らせでした。成田瑠衣君がね、今ここで待ってますんで、成田瑠衣君、成田瑠衣君が待ってますんで、ぜひ来てください。はい、ここでお知らせです。迷子のお知らせです。成田瑠衣君、成田瑠衣君がここの JR 東口横断歩道の前、はい、私たちの旗ですね、新党国盛り、子供に恥ずかしくない政治を、子供に恥ずかしくないふるさとを、
ここで成田瑠衣くん待ってます。ご両親ぜひこの声聞かれたら迷子のお知らせです。こちらまでいらっしゃってください。もう一度迷子のお知らせをいたします。成田瑠衣くんが東口のここで、知り合いの方待っております。ぜひ皆さん分かった方申し出てください。じゃあ交番に行くかな。じゃあ、はい、あずさまりさん、じゃあ交番に、じゃあ今知らせますからね。はい、こちらは新党国盛頑張れ日本全国行動委員会国盛州全国協議会でございます。本日は3社が新しい保守の流れがこの成田に生まれた、千葉に生まれた、その報告を皆様にさせていただいております。私たちは今回林元夫議員の備中、そして残念ながら中国の言うなりに動いてしまう、そういう政治姿勢、中国別体の利権政治、これを糾弾し、そして彼が潰してしまった消費税値下げ、消費税ゼロを主張してまいりました。そういう意味で私たちの戦いは間違ってはいなかったと思います。多くの1万人を超える人たちが私たちのこの主張を賛同してくれました。そういう中で本日、決して我々は千葉を諦めない、成田を諦めない、日本を諦めない、そんな思いで立ち上がりました。それでは日本世論の会代表、そして国盛州全国協議会の常任幹事の三輪和夫さんからお話を伺いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。成田駅の皆さん、お久しぶりでございます。私はあずさまりさんの応援にたびたびこの地を訪れました。でご存知のように結果は残念な結果でしたが、全くこの地に何のつてもない候補が皆さんのおかげで1万票を超す票を頂戴できました。これは本当にとりわけ成田で一番の得票をさせていただきました。成田の皆さんの本当に賢明なご選択、心より敬意を表します。で今回の総選挙全体に振り返りますと、直前まで立憲民主党が躍進する130から140を取る、自民党は大敗すると言われていました。しかし結果はご存知の通りです。これほど直前の予測が外れた総選挙は少なくとも私の記憶する限り本当に近年なかったんですね。なぜこういうことが起きたか、結局この総選挙の間に中国が日本一周を軍艦で回ったんですよ。完全に選挙のどさくさの中で中国が牙を剥いた。これはマスコミはあまり取り上げませんでしたが、これはとんでもないことなんですね。中国の軍船がなんと津軽海峡を経て太平洋をずっと南下してきて日本一周したんです。日本の総選挙の真っ最中に中国の軍艦が日本を一周した、はいはい、今小さいお子さんが歩いてらっしゃいますが、このままでは本当に、あとこのちっちゃいお子さんが大人になる頃、あるいは還暦を迎える頃には完全に中国に日本は支配されてしまう。今学生さんがたくさん歩いてらっしゃいますが、今楽しげに歩いてますが、君たちが還暦を迎える頃、本当に日本は中国みたいになります、香港みたいになります。そうした恐怖感が結果的に自民党を選択させたと思います。しかし残念ながら自民党に期待できるかどうかというと甚だ疑問なんですね。まあ自民党は確かに保守を名乗っています。しかし自民党が皆さんを守ってくれますか、とりわけ中国に対してノーと言えますか。残念ながら、本当に私は残念ながらと言いたいですが、できないんですよ。その何よりの証拠がこの選挙区から選ばれてしまった林元夫さんなんですね。この人は国際政治に関心がないだけならまだしも、積極的に中国に結果的に門を開きました。昨年の6月の
ウイグルにおける中国のあまりにもひどいこと、これに対して世界中が非難決議をしました。で、日本でも当然やれたはずなんですね。それは共産党すら賛成して非難決議をしようとした。これをやらなければ自由主義諸国に対して日本は顔向けできなかったんですよ。ところがそれを止めたのが林元夫さんなんですね。で、林さんはこの総選挙中そのことをいろんな人に言われて、この次の国会では自分は先頭を切ってこれをやるとおっしゃいました。林さん、本当にやってくださいよ。あなたは選ばれてしまった以上その責任があるんですよ。そしてこの千葉10区の民意を見る限り、まあ、立憲はこの決議に賛成だったんですね。で、あずさまり候補はもう言うまでもありません。そしてもう一人もウイグルの問題での自民党の姿勢に憤慨して立候補されたと言ってます。ということは林さんに入れた以外の全ての票はウイグル人権決議をやれということを言ってるわけですよ。で、これはもう千葉10区で林さんよりはるかに多くの票が、多くの人たちがそれを要求してるわけです。小選挙区での選出代議士というのはやはり地域の声を代弁するという機能もあるんです。林元夫さん、次の国会であなたが潰してしまった中国非難決議、この千葉10区の多くの人がそれを望むというのは今度の選挙の結果で出てんだから、これ絶対やりなさい、絶対やりなさい、絶対やりなさいと私は本当に声を高くしていきたい。林元夫さん、自分がやった過ちは次の国会で必ず償いなさい。そして千葉10区の民意は中国非難決議をやれということが出たんですよ。それで以上林さん、絶対にこれはやってもらいたい、それをやらなければ何の看板があったの認識なんだと私は本当に声高らかに申し上げたいと思います。そして今中国の本当に脅威は世界中で騒がれているのに、日本ではことさらそれは無視されています。しかし本当に皆さんそれでいいんですか。来年の北京オリンピックが終わったら中国はもう何はばかることなくその侵略の牙を台湾に向けるでしょう。もし台湾がドンパチが始まったら尖閣なんかあっという間に捉えてしまいます。本当に日本はこれ一言じゃないんですよ。まさにそうした危機が刻一刻一刻と訪れています。来年の今頃この場所でこうしたことを訴えられるかどうかもわからないような状況なんです。その状況を踏まえて自民党が一体、まあ、危ないと思ってるから自民党が奇跡的に今回261という議席を取れたんです。これは明らかに国民の中の潜在的な不安が立憲ではまずい自民党だということで選ばせたと思います。しかし今の自民党には残念ながらできないんですよ。なぜならば二階さんとか林さん等をはじめとする中国に遠慮する勢力がごってりあるからです。そして自公政権という片方の公明党というのは、これはある人が言うように自由主義諸国の世界の中で最も中国に甘い政党と言われています。その2つが手を結んでいる以上、自民党の中で中国に警戒心を抱く高市早苗さんのような方がいてもなかなかできないんです。だからこそ国盛りのような政党が必要なんです。本当にこれは中国に、このままだと日本は飲み込まれてしまう。今や北海道の10分の1は中国がもう占拠してしまってるんですよ。戦わずしてもはや中国の軍門に北海道の10分の1は取られています。もう対馬もあるいは五島列島のいろんな島ももう日々中国に侵食されています。やっと今年自民党はザルだらけとは言っても規制、中国への規制の法律を作りましたが、こんなものではとてもとても足りないんです。本当に中国は怖い。これはもう私が言うんじゃなく、少なくともアメリカもヨーロッパもまともな学者や評論家はみんな言っています。本当に日本だけなんですね。そしてアメリカやヨーロッパ以上に直接中国の脅威を受けるのが日本なんです。もはや尖閣などはこのままでいけば中国に完全に取られてしまいます。尖閣だけではありません。このままでいけば沖縄も飲み込まれる、本当にそういう状況なんです。
今若いカップルが歩いていますが、このカップルが還暦の年を迎える頃、本当に日本が今の日本でありえるのか、今のような香港のような状況になってしまいます。これはもう本当に火を見るより明らかなんです。そんなことは私が言うまでもなく、自民党の連中も分かっているんです。分かっているけれども、中国に首根っこをつかまれて言えないんです。だからこそ新党国盛りのような存在が必要なんです。どうか皆さん、国新党国盛りを伸ばしてください。新党国盛りが1議席や2議席取っても何ができるんだとおっしゃる方がいます。それは確かかもしれない。しかし新党国盛りが伸びれば自民党が変わるんですよ。自民党にショックを与えることができるんです。それをしなければ日本はもう持たないんだということです。千葉10区の皆さん、とりわけ成田の皆さん、ありがとうございました。ただいま演説を行いましたのは、日本野論の大会長、そして国盛州全国協議会の、常任幹事三輪和夫さんでございました。皆さんの力強いアピール、何よりも成田の皆さんがこの間、私たちの国盛運動、新党国盛、あずさまり新党国盛千葉代表、その先頭にして戦った、そういう流れを皆さんで作っていただいた、本当にありがとうございます。まだまだ日本は捨てたもんじゃない。もちろん千葉は捨てたもんじゃない。千葉県の皆さんのそういう力強い歩みが、新しい自民党に代わる保守の流れを作っていただきました。先ほど皆さんからも指摘がありました、中国はもし日本が、中国が台湾に侵攻し侵略をしたとき、台湾の手伝いをするようだったら躊躇なく核兵器を用いて日本を攻撃する、はっきりと明言をしています。つまり台湾の国民が侵略の危機に遭い、アメリカと同様日本が台湾を援助するようなことがあれば、躊躇なく、ありがとうございます、躊躇なく核兵器を日本に向けてぶっ放すと、こういうことを言っているわけです。つまり100万人200万人が中国の核兵器によって脅威にさらされている。そしてまた中国の船、軍艦5隻とロシアの軍艦5隻が共同で私たちの国の日本列島をぐるり回った。津軽海峡を10隻が堂々と、残念ながら10隻の軍艦が津軽海峡を通過し、日本列島をぐるりと回る。九州の大隅半島の横の海峡を通って南シナ海、東シナ海抜ける、こういった形の、まさに日本を脅しつけるような、そういう流れの中で、一体日本の政治家は猛然と抗議をしたのか、全くしておりません。じゃあここの選挙区の林元夫さん、やったんだろうか、やってません。そしてじゃあ参議院の井ノ口さん、抗議の声を上げたが全く上げていない。こういう情けない自民党の議員に代わって、新しい勇気と正義と、そして人情の新しい保守の潮流が新党国盛として現れた。その先頭に立ったのが新党国盛千葉代表のあずさまりでございます。皆さん、今必要なのは勇気と道義と正義、そして人の苦しみや悲しみが理解できる、お互いにそれができる、そういう政治の実現でございます。あずさまりはこの間の活動、去年秋から始まった林元夫落選運動、その先頭に立って今日まで戦ってまいりました。皆さん、こういう勇気が今必要なんです。時代には誰かがやらなければならない。1議席取ること、2議席取ること、
確かにそれだけでは力にならないと見えるかもわからない。しかし0と1は違う。 0×100、 0×1000、 いくらやっても0。しかし1が2になり3になり、 1×100 は100になる。こういう最初の第一歩を新党国盛は踏み出しました。この地、千葉で踏み出しました。その先頭に立ったのは新党国盛代表、あずさまりでございます。皆さん、こういう時代が来たんです。みんな少しずつ勇気を出して半歩でも一歩でも踏み出す。利権政治なんかもう許さない。なあなあの政治はもうやめよう。この流れがこの千葉成田で生まれました。まだまだ流れは小さいかもわからない。しかし確実に成田の市民は目覚めてくれました。そして銚子の市民も目覚めてくれました。千葉から実は日本の保守の流れが変わっていく。腐敗した利権政治家が交代する、退場する、そういう流れを作ったのはこの千葉の成田銚子でございます。やればできる、勇気があればできる、正義があればできる、動機があればできる、人情があればできる。人の悲しみや苦しみを、消費税やさまざまな形で苦しんでいる国民を救う熱い情熱があれば必ずできる。そういう信念のもとに新党国盛は誕生し、そしてこの千葉、この地で、そしてあの二階俊博の和歌山で戦いの火蓋を切りました。そしてそれは大きな力となって今日本の保守の潮流を変えようとしています。その流れの中で皆さんに、私たちは新党国盛千葉として皆さんに感謝を申し上げたい。ありがとうと言いたい。成田の皆さんありがとう。成田市民の皆さんありがとう。皆さんがこれから日本を変える力を、流れを作ってくれた。その先頭にあずさまりが立ちました。皆さんの熱い支持をいただきました。これからも新党国盛はまっすぐ日本のため、未来の子どもたちの誇りあるふるさとを作るために、恥ずかしくないふるさとを作るために戦い続けるわけでございます。それではこの演説の終わりに、もう一度新党国盛代表、千葉代表、あずさまりより皆さんへご挨拶を申し上げます。それではよろしくお願いします。こんにちは、新党国盛あずさまりでございます。皆さん、本当に私、先日までたくさん成田で凱旋活動いたしました。そして成田の方々とつながることができた、そういう実感がございます。わずかな期間でした。でも本気でやれば、まっすぐ物事を伝えれば、真実を伝えれば伝わることもある。日本って、そして千葉って本当にいいところだなと思っています。しみじみそれを感じています。マスコミ、メディアがですね、皆様に真実のことを報道していない、これを私伝えたいです。今日本は国防上、安全保障上、大変な危機の上にこの日本がある。そしてそれを守るべき与党が実は売国行為をしている。子どもたちの未来、学生さんたちの未来、本当に10年後、20年後、日本どうなっているかわからない、そういう危機のもと、私自民党を支持していましたが、今のままでは非常に危ない、悪化していく一方だということで、新党国盛活動を始め
た次第であります。特にエネルギー問題、今小泉環境省、小泉さんが環境省やっていました。その時 SDGs ですとか再生エネルギー、再生可能エネルギー、この問題どんどん促進していきました。そして脱炭素、これも進められています。この千葉でも太陽光パネル異常に増えております。これがですね、日本を救うベース電源になり得ないことをご存知でしょうか。太陽光発電、風力発電というものはその天候に左右されるわけです。そしてあまりにも不安定なことで予備電源として火力発電など動かさなければいけなくなるんです。また非常に問題なのが、日本を救う、日本人を救うといって脱炭素、再生可能エネルギー進めておりますが、その賦課金が1兆円規模で増えているんです。 1% 脱炭素、これを達成するのにどれだけ賦課金が私たち国民の上にのしかかっているか。小泉さんが環境省だった頃 46% という削減目標を立てました。これを達成するのに20兆円ぐらい私たち国民が賦課金払わなければいけないんです。このような今の自民党の場当たり的で非常に偽善的な、で本質的には日本を滅ぼしていく、こういう政策がどんどん進められています。国防上の問題もです。尖閣問題、私たちずっと取り込んでいます。尖閣諸島へ向かう途中に海上保安庁に止められるのですが、海上保安庁は私たち国民を、そして日本領土です。あの島は日本領土なんです。領海です。そこへ日本人が行くことを必死に止め、中国海警は入れているんです。尖閣諸島の魚釣島、いつも一番近いところにいるのは中国海警です。しかも武器を積んだ外国船なんです。大変異常なことが起きております。武器を積んだ中国海警がほぼ実効支配しているようなものです。これに対し言い返さなければいけない。領海から出ていけと、そして日本の内政問題干渉するなと言わなければいけない、そういう立場にある自民党の大先生たち、林幹雄さん、茂木幹事長、何をやっているんでしょうか。岸田総理もそうです。私たちはこの方たちにはもう日本は守れないと、そう委ねるのは諦めました。望みを持つのは諦めました。そして新しい保守の流れ、これを作らなければいけない。そう出来上がったのが新党国盛です。これは私たち今を生きる新党国盛の人間だけではありません。この奥には日本を守ってきた先祖たち、先祖たちの思いも私たちの背中にちゃんとしっかり私たちは背負っているんです。日の丸というものを心に掲げ、そして真っ当に日本を守れる、そして日本の子どもたち、学生さんたちの未来、これを守り、さらに輝かす、そのような保守政治が今は必要です。新党国盛、そのために頑張ってまいりました。これからも頑張るのみです。お話聞いてくださいまして、ありがとうございました。ただいま演説を行いましたのは、新党国盛千葉代表の梓真理代表でございました。皆さん、本当に私たちは次の世代の子どもたち、未来の子どもたちに責任と義務を背負っております。子どもたちのために私たちが今できること、このことをみんなで考えていきましょう。みんなで良いふるさとを作りましょう。みんなで良い国を作りましょう。みんなで子どもたちに恥ずかしくないふるさとを作っていきましょう。新党国盛、新しい日本の保守の潮流、まだまだ
小さい流れではございますが、必ず日本の大きな利根川並みの川となって皆さんに登場したいと思います。それを作ってくれるのも皆さんでございます。一人一人が未来の子どもたちに責任を持って立ち上がること、ぜひ新党国盛はその先頭に立ちます。汗もかきます、涙も流します。必要ならば血を流しても子どもたちの未来を守りたい、そういうまっすぐな覚悟で新党国盛前へ進んでいきます。どうか皆さん共に立ち上がりましょう。そして良い国を作りましょう。良いふるさとをみんなで作ろうじゃありませんか。ありがとうございました。駅前での、新党国盛からの報告、そして国盛州全国評議会、そして頑張れ日本全国行動委員会、皆さんにお礼と報告をさせていただきました。ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。